いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回は物事に善悪なしということでお話します。物事に善悪はないんですよね。まあ善悪をつけるのは分かりやすくするためなんです。なのでいろいろね、敵味方作ったりとか、まあ原理主義もいれば、リベラルもいれば、いろんな人がいるんですよね。でそれって全部善悪ないんですよね。なので、まあ、提案できることとすればニュートラル思考というのがあります。ニュートラル思考、まあ、常にね、自分をね、中心というか真ん中に置いて右左と考えるといいと思うんですよね。まあ、全部悪もなくてね、線引きもする必要ないんですよね。でよくね、そのポジティブ思考とかありますよ。ネガティブ思考とか、まあ、ポジティブに進むとかネガティブに進むとか、まあ、極端になるからね、疲れるんですよね。じゃなくてネガティブもある、ポジティブもある、それ全部ね、全部その一緒にあるんだというね、気持ちというかね、まあ、一元論とも言いますかね、そういうところが大事だと思うんですよね。だからね、その反動ってあるんですよね。何でもね、やりすぎると、まあ、別の方向に進む。よくね、ダイエットでね、すごく減量してリバウンドするというの話もありますよね。なのでどこがいいかという最適化というかね、その一番ね、心地いいとかね、そういう状態を持ってくるのがね、大事だと思うんですよ。それがまあニュートラル思考というふうに思いますね。こうニュートラル思考を目指すようになってからね、自分に対してのまあ様々なことを許せるようになってきて、非常に楽ちんな人生を送っていけますよね。実際私もそうなってきてるんですけども、ただこれってやっぱり修行とかね、まあ、思考習慣が必要だと思いますね。そういうこともある、こんなこともあるというね、常にそういうなんていうかな、逆の方向に考えるといいかもしれませんね。ということでね、今回は物事に善悪なしということでお話しました。ありがとうございました。